エトマロサフィンブリアタは、ニシンメニシン科の魚。最大で、体長約45センチメートル、体重1キログラムに達する。体型は、ニシンよりも縦長で、扁平である。大西洋の西アフリカ沿岸に分布。西サハラからアンゴラまでの沿岸寄水域に生息し、西アフリカにおける重要な水産資源になっている。季節的な回遊性が大きい。英語、ボンガシャド。 フランス語、エスモロス、ウォロフ語、コボ、セレール語、サルなど。ガンビア、ギニアビサウ、ギニアなどの西アフリカ内陸部では、広域的にボンガと呼ばれている。エトマロサフィンブリアタの開きセネガル、ガンビア、ギニアビサウ、ギニアなどの西アフリカ沿岸諸国では、水揚げ量の多い魚の一つであり、ボラやティラッピアと並んで、これらの地方のタンパク資源として、 極めて重要な役割を果たしている。主に大型の巻き刺し網を用いて捕獲される。川口域では投げ網も用いられている。水揚げされた魚は鮮魚として流通するほか、干物や燻製に加工され、ブルキナファソなどの内陸国へも広く流通している。ありがとうございます。